高知城と佐藩は、廃藩地権以前に、土佐国一へを領有した土佐藩。明治初年の正式名称は、高知藩。藩長は、高知城にあった。大広松目国持ち大名。一貫して、山内家が支配した。土佐藩座佐二24万2000国土佐藩の置、山内氏が用いた家紋、土佐藩市は土佐藩の領域は、戦国時代末期には、 長蘇壁家が統治していたが、長蘇壁森地下は、慶長5年の関ヶ原の戦いにおいて西軍に、組みして、海域となった。この合戦において、徳川家に味方した東東海掛川上主、山内和豊が、新たに、土砂国20万2600国を与えられた。以降、明治時代初頭まで三内化が治めた。当初、一両具足と呼ばれた。 反応反兵の長祖壁家旧神が山内氏になじまずに反乱を繰り返したため、山内家は藩内の要所に重心を排して反乱に備えた。中村の山内康豊をはじめ、佐川に深尾重義、宿毛に三内家氏、久保川に山内和義、本山に山内和照、秋に後藤ため主家を排している。当初、和豊は、 長蘇壁家の宮城である浦戸城に入城したが、城下町を開くには狭かったため、現在の高知市中心部に、高知城と城下町の建設を行った。反省が確立したのは二代、山内忠義の時代で、中には野中健山を登用して、神殿開発など植産工業に努めたが、金山の強引な施策は、政敵の恨みを買って失脚する。犯罪性は、 江戸時代中期頃までは、比較的安定的に推移したが、法歴期以降、一期、農民の多量への調査など反省には、同様が見られた。九代、山内豊かによる、失素倹約を基本とする、反省改革が行われ、反省は、やや立ち直った。さらに十三代、山内とヨてるは、おこぜ組と呼ばれる。 マブチカヘイを中心とする改革派を起用して反省改革に乗り出したが反伐派の敵対により失敗した。幕末には十五代とヨシゲが吉田東洋を起用して改革を断行した。東洋は保守派門伐や合士の反感を買い、竹市随山を中心とした土佐金納党によって暗殺された。後に金農党は実権を回復した道の報復を受け、 随山の切腹や党員が処刑されるなど弾圧解散された。なお、上司勤労派から板垣大助や東洋の門下より、後藤昌二郎や岩崎や太郎ら明治時代を代表する人物を、また、合氏である坂本龍馬や中岡慎太郎など優れた人材が排出された。坂本や後藤を通じて、陽道から十五代将軍、徳川慶信へ検索された。 大政奉還により、江戸幕府の歴史が閉じられた。土佐藩は、薩長問いの一角をなし、時代転換の大きな役割を演じた。明治4年、廃藩治県により、高知県となった。山内氏は、明治17年の家族令により、公爵に列せられた。山内家の土佐入法時、掛川城主時代までの家臣や土佐入法の翌年に、 大阪浪人を取り立てたものを上司とし、土佐にいた老党、地侍を合子としたと説明されることがあるが、実際には、有能な人材であれば、長祖壁求心であっても、合子ではなく、最初から上司として召し抱えられた場合が多数、存在する。また、合子であっても、上司待遇の白札合子とされた場合もあり、合子から白札合子に出世できる制度も存在し、 柴良太郎の歴史小説などにしばしば見られるような、旧朝、蘇我部家臣は、合子にされ差別的待遇を受けたという、類の短絡な説や、相撲大会と称して種先に合子を集め虐殺した、等の話は、史実とは異なる。竹市半平太は、祖父の代より、白札合子であったし、坂本龍馬の王子の宮所の家なども、庄夜合子白札合子と、 価格が上がった家である。幕末期には、過労格、中老格、馬回り格、故障格、留守居格をもって、上司を構成した。合司は、基本的には、在京武士であり、土佐藩においては、歌詞の上位に位置づけられていた。関ヶ原の戦い以前の旧領主である、超素壁景心のうち、反応藩兵であった一両部族の系譜を引く者が多く、 慶長18年上郡山田村の開発で取り立てられた慶長合氏がこの制度の端緒となり、その後、神殿等の開発を行うたびに取り立てられてきた。これらは、長祖壁維新の不満を解消し、軍事要員として、土佐藩の正式な体制に組み込むとともに、日田開発による増収を狙ったものであった。合氏一人あたりの開発許可面積は、大体3兆ほどであった。 なお、長祖壁経新のうち、山内家の士官に応じた名家は、土佐入法前からの過信同様、上司に属した。時代が進み、江戸時代中期には、商品経済が農村部まで浸透し始める。すると、困窮区からか、生活のために、合資の身分を譲渡するようになった。当初は、武士身分の者への譲渡であったが、次第に、合農、合商が合詞株を買って、 合詞となるものが現れている。元禄期には合詞も区役につくことができるようになり、下級役人として活躍する者も,も出てきた。幕末には合詞総数は八百人を数えた。うち三百七十人が大組と呼ばれ、各々が過労に属しており、わず合詞と呼ばれた。残り四百三十人が小祖と呼ばれ六体を構成し、掛けるつけ合詞として非常時に、 規定の場所で解剖に従事していた。多くの豪氏は農村や山間部に居住していたが、上司居住地である各中以外の上町、下町に居住する者もいたようである。16世紀末、大公検地の際に、長祖壁家が届け出た、土佐国の国高は9万8000国に過ぎなかった。山内和豊は土佐入国後に再度算定し、慶長10年に20万2600国余りと、 届け出た。現長年、阿波徳島藩が、阿波国の仮像によって、表高が17万国余りから25万7千国になると、土佐藩は対抗したかのように、25万7千余席を申告する。これは、国高を高く申告すると、幕府による大工事などで大幅に負担が増えることとなるにも、かかわらず、四国一の大名であろうとした見えが原因である。 ただし、幕府は、この申告を認めず、主院状は、従来のまま、20万2600国余りであった。その後、日田開発が進んだ結果、明治3年の廃藩置県前には、本田地公と、ほぼ同規模の神殿があり、本、神殿は、計49万4000国余りに達していたとされる。ちなみに、24万2000国と称されるが、これは、 公営年間以降の武漢などに基づく続劇である。土佐判定あと京都三条木屋町下がる伏見土佐、判定あと京都市伏見区江戸判定は幕末には、上屋敷は、舵屋町に、中屋敷は、八金と日比谷五門内二箇所、下屋敷は、品川大井、小引町築地、菅本寺町の三箇所があった。京都判定は、市条通り河原町に、大阪判定は、 長堀白髪町、伏見藩邸は、京橋にあった。本国における菩提寺は、相当州の日輪三神四寺である。なお、江戸で、藩主や家臣が死去した際に使う菩提寺は貝塚にあった、相当州万年山聖小寺であり、同時は、長州藩も菩提寺としていた。戸様二十万二千六百国、数豊、忠義忠豊豊、豊豊豊、豊、城、豊、豊豊時期、 豊代豊作豊橋、豊助と豊てる、豊厚敦市豊重豊藩、豊影と豊明豊高、深尾重義イコール重正十寺重方、重宝、重力吉、重広十四重高市十佐紀十愛、重高龍太郎重光、十強、山内加志忠氏、節氏おさ氏、春氏イコール豪春氏、厚氏イコール星氏、僕イコール氏方大主義マイナス氏正。 イコール思皇体志営。山内和義勝久政勝正勝貞勝とも、将校。山内康豊正豊。五島峯重正とも正則正久正良生。前世順正法正美。祖父江寛在門イコール祖父江和秀。長原和照三内、田島山内生を返上し、以後長男一長の家計は、深押し活心となり、次男、正幸の家計は、犬医として存続する。 犬いかずのり、イ,イ,イコールは三和ずなりんご幕末まで続き、幕末に、ときせに服す。福岡元隆公女なりかつ公順隆友、も、公三木隆のり公安公殺隆重公順、皇帝公猪子し公沼、野中直継イコール亀山。1870年に編入した、高知神殿藩領も含む。上記のほか、明治神後に、胆振国有仏軍、千歳軍、 石狩国有張軍、千島国しべ取り軍を管轄したが、後にしべ取り軍は、仙台藩に移管された。また、伊予国馬軍23村、新居軍6村、桑村軍4村、落ち軍8村、風早軍3村の幕府領を預かったが、伊予松山藩に編入された。その他、高知新田藩が、和佐国泉軍2村、武者軍1村を管轄したが、 それぞれ安保数幸検事を経て、前者は大滝藩、後者は柴山藩に編入された。ちなみに、上皇4年から漢文9年の武漢では20万2 6六百国、漢文12年から元十5年の武漢では22万2千国余り、法営2年以降から24万2千国となっている。なお、参考文献は、橋本博史、海底造法大武漢上官。 仮に武漢が正しいとした場合、漢文9年から漢文12年と、元禄15年から法令元年までの間に、表高の改正されたことになると思われるが、蒸気記,記述の原点の性格上、改正はなかったものと思われる。ありがとうございます。